こんにちは。メイクアップアンバサダーのセリナです。今回は2021年12月3日全国発売のホリデー数量限定色のディオールバックステージアイパレット006ブロンズをご紹介していきます。005のプラムのカラーは前回の動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらも概要欄からチェックしてみてください。今回ご紹介するこちらの006ブロンズのカラーは、前回の005のプラムのカラーと比べて締め色に使いやすそうなカラーもあって、全体的に深みのあるパレットです。今回も全色の装置を手元と実際のまぶたの上で単色塗りしてお見せした後、メイク初心者の方でもテクニックいらずで簡単にできるメイクを3パターンご紹介していきます。それでは早速始めていきます。2021年12月3日全国発売、ホリデー数量限定のディオールバックステージアイパレット006ブロンズ。ブランドカラーは鮮やかな発色で様々な質感を楽しめ、どんなスキントーンにもマッチするシェードを配色。重ねやすいテクスチャーで美しい眼差しが完成します。006ブロンズはニュートラルカラーを基調としたブロンズ系ということで、全体的に黄みがかったカラーでまとまっているのかなと思いましたが、暗めのレッドやバーガンディーカラーもあり、様々な表情が楽しめそうです。それでは一つ一つのカラーを見ていきましょう。上段の左からご紹介していきます。こちらはプライマーということで、005プラムと同じく練りタイプのプライマーです。こちらも伸ばすとサラッとしていて、肌が滑らかに仕上がります。プライマーを塗った上から単色でカラーをお見せしていきます。続いてシマーウォームコッパー。名前の通り温かみのあるピンク味のかかったコッパーカラー。絶妙なカラーで一年中使いやすそうです。パール感でしっとりとした濡れツヤ感を演出してくれます。続いてシマベージュ。こちらは少し黄みがかったシアーなゴールドといった感じのベージュカラーで、大粒のラメがキラッと輝きます。で少し華やかな目元にしたいときにおすすめのカラーです。続いて中央の段です。シマーライトゴールド。本当に名前の通りの明るいゴールドカラーですね。濡れツヤの中に大粒のラメも光る華やかなカラーですが、ベースに透け感があるのでアイホール全体に塗ってもそこまでギラギラしすぎる感じがなく使えそうです。続いてメタルゴールド。こちらはメタルタイプ。カラーは黄色寄りのゴールドといった感じでしっかり発色します。な印象に仕上げたい時も可愛いカラーですし、ポイント使いしてあげるとお顔をパッと明るく仕上げてくれるようなカラーですね。続いてシマーブロンズ。柔らかいオレンジ寄りのブロンズカラーで温かみがあってとっても可愛いです。カラーがしっかり出るので、調整次第で様々なメイクが楽しめそうなカラーです。続いて下段、シマーダークレッド。こ
今年っぽいカラーで、シメルやポイントにしても可愛いカラーです。角度によってピンクっぽく光るさりげないツヤ感です。レッドカラーですが、くすみ感があり肌に馴染むレッドなので、浮かずにアクセントになるカラーですね。続いてシマーダークバーガンディ、こちらはしっかりめの発色、控えめなツヤ感ですね。角度によっては茶に見えるくらいの暗めのバーガンディカラー。見るとレッド系の繊細なラメがキラッとしています。最後にマットスモーキーブラック、今回唯一のマットタイプ、発色はしっかりめでアイラインに使えそうな濃いブラックです。この質が柔らかめでしっとりと密着してくれる感じです。3色塗りでは太めのアイラインのように塗ってみました。全色塗ってみた感想としては、温かみのあるカラーやダークなレッド、バーガンディカラーまで揃っていて、これ一つで全然印象の違うメイクが楽しめそうと思いました。トレンド感もありつつ、ブロンズ、ゴールド系の華やかなメイクを楽しみたい方にもぴったりだと思います。ではここからはこちらのパレットを使ったメイクの一つ目をご紹介していきます。ブロンズをブラシにとって上まぶた全体にのせていきます。カラーがしっかり出るように何度か重ねていきます。続いてライトゴールドをブラシに取り、先ほどのカラーの境目からアイホールに向かって重ねていきます。大粒のラメがきらめくカラーを重ねることで華やかさをアップさせます。続いて細めのブラシにスモーキーブラックを取って、目尻3分の1にライン状にのせていきます。発色がしっかりなので、必ず手の甲でカラーを調整してから目の際にブラシを置いてのせていきます。最後にブロンズを細めのブラシに取り、下まぶた全体にのせて完成です。温かみのあるブロンズカラーと明るいゴールドのラメ感で、明るく華やかなゴールド系メイクの完成です。目尻3分の1にしっかり影になるスモーキーブラックを使うことで、シアなカラーもしっかりと立体感のある目元に仕上げてくれます。続いて2つ目のメイクは、ウォームコッパーをブラシに取り、アイホール全体にのせていきます。続いてダークレッドを細めのブラシに取ったら、上まぶたの暗めの上にのみのせていきます。目の際にカラーを置いて、左右にぼかすようにブラシを動かすと自然にカラーがぼけてくれます。下まぶたはウォームコッパーを下まぶた全体にのせた後、ダークレッドを黒目の下にのみ入れて完成です。温かみのあるコッパーカラーとくすみ感のあるレッドで、大人の簡単レッドメイクの完成です。ウォームコッパーは肌なじみのいいカラーなので、ベースに仕込んでおくとレッドも派手になりすぎずに全体をまとめてくれます。最後のメイクです。ダークバーガンディを細めのブラシに取り、目の際からライン状になるようにのせていきます。少し太めのアイラインくらいにのせてカラーをしっかり出していきましょう。続いてベージュをブラシに取り、先ほどのカラーの上からアイホールに向かってぼかしていきます。
後にゴールドを細めのブラシに取り、目頭にくの字に入れていきます。そのまま下まぶた3分の1にも乗せて完成です。大人上品なバーガンディメイクの完成です。バーガンディが茶よりの暗めのカラーなので、シワで上品なベージュと合わせて明るい目元に仕上げました。目頭と下まぶたにはゴージャスなゴールドをアクセントに入れて、さらにホリデーシーズンらしいきらびやかさをプラスしています。はい、ではこんな感じで全色の装置と3パターンのメイクをご紹介していきました。ゴールド系から大人っぽいレッド系のメイクまで楽しめるパレットでした。それでは今回は2021年12月3日全国発売のホリデー数量限定色ディオールバックステージアイパレット006ブロンズをご紹介していきました。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。